みんな、そっちの状況はどう？よかった。こちらは先ほどお母さんから通信があってね。ええ、なんとかこちらの状況だけは伝えたわ。この霧で外との通信が不安定みたいで、すぐに通信が途切れてしまったけど。すまん、割り込ませてもらうで。今しがた、何やら巨大な霊視反応が集まっとるのをセンサーが感知してな。町の北東、駅の方角みたいや。ねえら、我らが大層大いなる武をもって赤き夜明けを。潮に再臨し、赤き夜をことほがんこと。なあ、これってコートの城塞で現れた。コートとヘイユエを支配し裏切られたタイ君。40年前に滅びた魔人だったか。ええ、4月の時も再現されましたが、危機は比べ物にならねえ。バンさん、ベルガルトさんも。おい、大丈夫だ。それよりほうけてんじゃねえ。恐るべき相手ではあるが、それでも本物ではなかろう。何らかの力場を確認。シャードによる再現に近いかと。まあ、はるかに厄介そうだけどね。そうか、これも仮面どもの。あのクソったれな装置とナノマシンとやらによる再現かよ。ええ、おそらくそうでしょう。あなた方は。
昨日の午前ぶりですね。いやはや目まぐるしいものですが。院の目当ても気になったがこちらで貼って正解だったようだ。それに銀行からいなくなってると思ったら、ったく昨日から来てたのはこの仕込みのためってわけですか。ああ、行方不明の家臣も含め到底見過ごせぬ兆しが出ていたのでね。まあこちらの方の助言がなければこの地に集中しきれなかっただろうが。あんたらに恩を売ったつもりはないよ。私にとっちゃホームでもあるんでね。おばあちゃん、クロイさんから連絡がついたとは聞きましたが。よもや兵ゆえと動いていたとは。明日の打ち上げを前にあちこちで動きがありすぎてたからね。義援のジジイと協力して整理してたらちょいと戻ってくるのが遅れちまったのさ。と無駄口叩いてる場合じゃないね。どうやら食い足りないようだよ。やろう。グイのくせに身震いするような陶器だ。眷属の数8。まだ他にもいたの。ルーケとリーケからは打ち止めでしょう。フェン、ターレンもよろしいですか。ああ、ここは任せたまえ。めったにない相手だ。あちらも無論そそるが、アニジャとそやつらに一旦任せよう。おい、まさか。ここは任せてってやつだろ。ジャック、聖堂前まで頼む。おう、任せとけ。それじゃ私は MK と動かせてもらおうかね。なんちゅう手紙、とんでもなさすぎやろ。ばあさん、リゼット、アークライトたちも片付けたら向かうさかい気をつけや。ええ、ミラベルも気をつけて。おばあちゃんも無茶しないでね。私の心配なんざ100年早いんだよ。おっと、また来たね。あんたも三代目の意地を見せな。よし、駆け抜けるぞ。はい。頼んだ、ファンおじさん。ガラン、てめえもな。ああ、お前も気をつけなさい。サオやバン君たちと共にな。は、貴様は貴様で己が定めとせいぜい向き合うがいい。さて、コートの悪しき因縁、この異教で砕かせてもらおうか。よかった、無事みたいだね。駅前の方にとんでもねえ化け物が現れてるみたいだな。ああ、そっちは兵ゆえたちに任せた。しかしザオ、この人数だとあんたまで乗せる余裕はなさそうだが。ふん、バイクの後ろに乗っていくか。いえいえ、それは恐れ多いですし、この霧でバイクもやや危険でしょう。よろしかったらゼーマンさんもお乗りになられてはいかがですか。レッドスターのセダン。さすが用意周到ね。で、あら？おいおい、まさか。さあロニー、裏解決屋は初めましてだな。とっとと乗ってくれや。ご機嫌なドライブと行こうぜ。
さんのアブだったんですか？やれやれ、実は生きてて借金取りに追われてるっつうのは最近聞いたが。しかし可愛い子ちゃんばっかりだし、トップ女優さんも出るとはよ。ったく羨ましいじゃねえかロニー、こらこら。ちった黙ってろクセロが。春に首都でトラブって逃げてから懲りもせずフラフラしてたみてえだが。でかいな。しかしこの様子は。情報によれば24時間稼働しているそうですけど。あ、ばあさん！上だ、気をつけよう。なんだ？二次方向、上です。間に合わない。エグゼキューター、それに…てめえ！けぇ、仕留め損なったか。たやま、遅かったじゃねえか。ざま、ねえな。これ
から確かめろって時に。おい、クソ野郎、ふざけてんじゃねえぞ。こっちの方は任せろ。お前らはあの野郎と化け物を。ええ、聞いていた以上に下劣なやり口のようですね。もう一人に招待されたはずだけど、舐めた真似してくれるじゃない。知ってることかよ。にしてもしぶてえな。お前らは言う、今度こそ奥の手を使うしかなくなったじゃねえか。病院で垣間見せた。ユン殿が切り落とした腕も、なんという再生能力だ。この化け物の本気と、俺様の実力を見せてやれそうだな。すんじゃ、赤の旦那の前に、まとめてやってやれ。来るわ、シャードに似たリンクも確認。こちらも出し惜しみはなしです。最大限に連携しましょうか。ああ、総がかりでぶちのめっす。許さない。よくもアーロンさんのアーロン。車もヘイユへの所有物。落とし前はつけさせてもらいますよ。手伝います。お願いします。覚悟を決めな。
読めてんだよボケが。アロンさん見事は今のを狙ってたとは。足りめえら、あのじいさんみたいに切り飛ばせなかったのはムカつくが。ユエファみたいな剣舞を。だからお袋を出すんじゃねえ。あと命に別状はねえだろうが。ま、右足はポッキリみたいだな。そうなんだ、よかった。一応中途半端とはいえ内功は鍛えていたようですね。ふざけてんじゃねえぞ。いいからとっととくたらっとや。こうなったら行くぜキュータ。ランダム教習で全部殺せ。クソが、せこい真似をしやがって。フェイントの繰り返し。どう読んだら。しかも完全ランダムか。法則性がつかめないとなると。ああ、今日が実となる瞬間を。いや、面倒なので任せてもらうぞ。ほう、おいおい、すげえな。あなたはルーネ。どうしてお前がここに嫌がる。何、 MK 方面からの連絡を受けて様子を見に来ただけだ。すでに全 CID 要員は明日の作戦に入った。部下を動かせない分、せめて私くらいはな。おっと、うちもフォローに来たで。クソが、赤の旦那を出し抜けると思ったのに。だったら勝手にぶち殺されてるや。宴を開いたマジモンの化け物にな。久しぶりじゃねえか、メガネ補佐官。バンには顔を見せてたみたいだが。どうしてあなたがわざわざ。もしかして父の意向なども。ええ、それもゼロではありません。いずれにせよ時間が惜しい。とっとと制圧しなくていいのか。はっ、ここまでガン無視しといてどの面下げてと言いたいところだが、今の手並みを改めて見ると OSPG 的には断る理由はなさそうだ。いいかお前ら、ザオ、あんたの方も。むしろ私も同行させていただいている身。よろしくお願いしますよ、キンケイド補佐官。こちらもお願いする、リーケ代表補佐殿。よし、ここからが本番だ。パーティー会場に乗り込むぞ。ジャック、そいつを頼む。止血は下から放っておいていい。ああ、市内のハルと合わせて各方面との連絡も任せとけ。うちもまだ市内やけど、片付き次第他の連中をここまで案内するつもりや。よろしく頼むで、リゼットに。みんなも。ええ、ミラベルもお願いします。てめえの代わりのつもりはさらさらねえ。俺は俺のけじめとして確かめるだけだ。せいぜいそこで油汗流しながら待ってろよ、クソ親父。上等だ、仲間にゆえを悲しませるんじゃねえぞ、クソロニー。
ニーズヘッグ、やはり一部が取り込まれていたか。委員指導度は規定値以下とはいえ、気を抜かず対応するといいだろう。え？委員指導度？ルネ、てめえ。道すがら話してやる。機密事項に抵触しない範囲でな。クソが。関連情報は洗いざらい話してもらうぞ。こちらの情報とも付き合わせていただけると。それでは始めましょうか。ああ、奥にいる武教野郎に念入りに挨拶するためにもな。多分これが精一杯頑張らなくちゃ。よし、ここからは制限なしだぜ。染み渡るぜ。もう一頑張りできそうね。染み渡るぜ。油断するな。
遅い。これはダメージトラップ。どうやら一定間隔で範囲が切り替わるようです。ああ、タイミングを測りつつ切り抜けるとしよう。ここからが本番だ。とどめだ、リーサルオペレーション。ま、こんなもんだろ。まだまだ成長中なの。あら、宝箱みたいね。敵集団だ、気をつけろ。面白そうな相手ね。進むにつれて赤い息吹がどんどん強まっていくような。アーロン、あなたも感じていますね。赤き夜の訪れを。知ったこっちゃねえ。やつは何者だろうと、俺が来たときです。出上がった野郎、邪魔してやるだけだろ。それでこそあなたです。
クロスや虫歯ねそろそろ立て直せ。相手が悪かったな。飛ばしすぎるなよ。いいね、とか呼んでたわね。正確にはエグゼキューターインシという。少々厄介だが、押し進める最終目標への影響は軽微だと CID は判断した。エグゼキューター、あの鬼のですか。まるで最終目標っての以外はどうでもいいみたいな口ぶりだな。コメントは差し控えよう。機密に抵触するのでな。はっはっ、ここだ。逃げ終わってるのね。遅い。攻勢を開始する。かなり進んできたとは思うんだけど。敷地の規模を考えると終点は近いはずです。どうか背中はお任せを。はっ、アニエス。かの者のクンフーは計り知れぬ。それぞれ準備は整えておくがよい。ふっ、うっと。天の恵みか。ここで区切りだな。